まにはつぐみに話しかけてみるか。あの凪が瀬戸隊長をこの目で見たのにまだ信じられない。どうしちゃったんだよ凪。疲れたな、少し休むか。よし、それじゃあ周防に出発しよう。アタルが心配、無事だといい。ねえ、カレン連隊長は反乱を起こしたんでしょ。ゲンマみたいにカレン連隊長についた海抜軍もいるんだよね。ううん、もしかしたらカレン連隊長もいるのかも。もし出会っちゃったら私たち勝てるのかな。カレン連隊長は強かった。セプテントリオンだし、ブレインイーター。カレン連隊長のブレインフィールドを食らった時、体が痙攣したみたいに震えたよ。ブレインフィールドの展開方法は訓練学校でも教わったけど、負荷が大きすぎて実践使用なんかできないと思ってた。そんな危険なものまで使うってことは、カレン連隊長はそれだけ本気だってことだよな。それでも行かなくちゃ。そうだろ、ゲンマ。ああ、何が起きているのかこの目で確かめる。なんで街の中に怪が。渡る、何がどうなってるの。渡るからの返事がないな。どうしたんだ。都市機能が麻痺した。ユイト、気をつけろ。スオー全体を制御している都市コンピューターのアラハバ機がシャットダウンした。原因は不明だが、そのせいでスオーの防衛システムが完全に停止しちまってる。おかげで町に怪異が入り込んできやがった。そのせいで混乱が拡大してるみたいだ。渡る、待ってくれ。どういうことだ。渡ると連絡がついたのか。こっちでサイネットだけでも復旧できないかやってみる。ユイトたちは町の怪異をできるだけ排除してくれ。これはいつもの通信じゃなくて俺のテレパシーだ。機材がダウンしてるおかげで一方通行なんだよ。そっちの声は聞こえないから返事はいらないぞ。悪いけど各自頑張って生き残ってくれ。え、おい、渡る。え、ユイトにだけ渡るの通信が届いてるの。あ、いや、そうじゃない。サイネットも通信機材もダウンしてるらしくて、テレパシーで連絡をくれたんだ。なるほど、しばらくは渡るのサポートなしで動くしかないわけだな。ああ、アラハバキがシャットダウンして防衛システムもやられたって。それで町に入り込んだ怪異を討伐してほしいって言われた。あっちはシステムの復旧に集中するって。怪異を討伐って言ってもどこにどれだけ怪異がいるのかわからないよ。そうだな。つぐみ、つぐみが発見した怪異を片っ端から教えてくれ。それを叩いていこう。了解。広範囲は難しいかもしれないけど、やってみる。よし、とにかく周囲の怪異から片付けよう。了解。スオーの街がシステムダウンなんて信じられないな。いつもはビジョンで溢れ返ってるのに。いつもは広告が多すぎだけど、全くないと落ち着かない。ゲームは頼む。さあ、外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。使わせてもらう。
行け、ユート。畳みかけるぞ。ナイスだね。ユイト、吹雪連隊長が近くにいる。え、どこだ。虹の方向、こっちに来る。君たちの現在の所属は。瀬戸隊長が戦死したので、現在は。瀬戸が戦死した。待ってくれ、君たちはカレンの指揮下にあるのか、それともカレンに召集されなかったのか。吹雪連隊長、自分が状況を説明します。なるほど。ではここにいる玄馬以外の隊員をカレンは召集しなかったんだな。何が起きているんですか。町の防衛システムも止まっているみたいだし。詳しい説明は後にさせてくれ。僕もまだ事態を把握しきっていない。はっきりと分かっているのは、カレンが一部の海抜軍を先導してセイランの駐留軍と結託したこと、そしてセイラン駐留軍と共にスオウを襲撃したことだ。じゃあ町がこんな状態になったのはカレン連隊長が。ゲンマは知っていた。町に怪異を引き入れるとは思わなかったが、知っていた。でも今ユイトたちと行動を共にしているなら、セーランにはつかないと解釈していいのかな。その通りです。わかった。今は一人でも海抜軍の味方が欲しい。君たちは僕の機関に入ってくれ。現在手分けして住民を避難させているところなんだが、どうにも人手が足りなくてね。もちろん手伝います。カレン連隊長が何を考えているのか分かりませんが、住民まで巻き込むなんて。助かるよ。では君たちの隊の臨時隊長にはユイトを任命する。俺ですか。ああ、評議会議長と一部の議員が逃げ遅れ、地上を歩いてシェルターに向かっているらしい。救出に向かった海抜軍や国防軍の連絡は途絶えたままだ。君たちに様子を見てきてもらいたい。君なら議長や議員も安心するだろう。父が。わかりました。何が起きているのかわからないが、危険なことは間違いない。くれぐれも気をつけて。海抜軍を見かけても味方とは限らないからね。セーラン駐留軍が侵入したという報告はないが、こちらも全ては把握していない。荒はばきのある中央管制室とも連絡が取れないから、無理はしないように頼んだよ。了解しました。僕は中央管制室に行く。とにかく町の防衛システムか戦闘管制システムを復旧させないと話にならないからね。よし、海抜軍本部の方へ行ってみよう。あの辺りに議員用のシェルターがあるはずだ。ゲンマもそれでいいよな。ああ、少なくともスオウの町を守るという意思はお前たちと同じだ。この状況が落ち着くまでは決して裏切らないと約束する。うん、信じるよ、ゲンマのこと。スオウの町を襲うなんて、カレン連隊長はどういうつもりなんだ。何か理由があるんだとしても、こんなやり方は間違ってる。調子で行こう。まだ進化の余地がある。やっそれ。やっそれ。カッコ撃破だ。来い。
よろしく。ゲンは頼む。任せろ。やったか。よし、いい攻撃だったぞ。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。大丈夫ですか？君はスメラギ議長の？はい、ユイとスメラギです。町の中は怪異があふれて危険です。すぐにシェルターへ避難してください。いや、それより海抜軍本部へ急いでくれ。議長が海抜軍らしき奴に襲われているんだ。え、父がですか？私は大丈夫だ。早く議長を。わかりました。ユイト、急ごう。おじさまが心配だよ。ああ。父さんが海抜軍に襲われてる。どういうことだよ。急がないと。
サネ？ユイト。父さん。カサネ、大丈夫？父さん！どいてくれ！何をするんだ！ユイト、あなたには死んでもらう。は？何を言ってるのよ、カサネ！それがあなたとの約束、覚悟。それ、それ。俺を殺すことが俺との約束。何言ってんだよ、カサネ。分からなくていいわ。死になさい。諦めて。まずいな。やめてください。二人に近づくな、花火。カサネの攻撃は本気だ。不要に近づけば止めるどころか命がないぞ。これでよし。くそ、カサネはどういうつもりなんだ。このままじゃ父さんが。カサネ、後で話でも何でも聞け。今は父さんが心配なんだ。やめてくれ。話すことは何もないわ。逃がさないわ。まだ戦える。一体何を考えてるんだよ、カサネ。どうすればいい。一時でもいい、何かカサネを止める方法。そうだ、プレインフィールド。俺にもできるはずだ。カレン連隊長ほどは無理でも、あの力を使えば。いや、でもどれだけの負荷が。そんなことは後で考えればいい。グスグス迷ってる場合じゃないんだ。カサネ、悪いけど今の俺にはこれしか思いつかない。いくぞ。
俺は一体これがプレインフィールドなのか。まだよ、まだやれる。待ってくれ、どういうつもりなんだ。どうして俺を殺そうとするんだ。それに父さんは、重ねが父さんを刺したのか。なんだ。盲目なるニューヒムカの民、そして全てから目を背けた愚か者どもよ。私はカレン・トラバーズ。ニューヒムカの管理政治を否定し目覚めた者だ。私と同志たちは志を同じくする青蘭氏と共に歩む決意をした。哀れなニューヒムカの民よ、真実から目を背けるな。この国は狂っている。サイネットを通じ国民を統制し、町、情報、人々を管理している。そこに人の意志も自由もない。全ての人間は国家のため、ニューヒムカのために生かされ利用されている家畜でしかないのだ。体制を揺るがす人間を排除し狂わせ、自らの手駒とし従順な家畜を育てるだけのニューヒムカに義はない。ユイト、カサネたちが。待ってくれ。ユイト、父さん。つぐみ、カサネたちを追うぞ。わかった。父さん。ユイト、すまない。何がだよ。お前に言わなければならないことがたくさん。気をつけろ、この国は。我々はお前を。どうだ。おじさま。父さん、嘘だろ。なあ父さん。ニューヒムカの体制を打ち滅ぼそう。